はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。ハワイ攻略作戦のステージを行っていまして、前回はですね、激戦の末ミッドウェー、ここを攻略することができています。今回その続きですね、いよいよ日本軍悲願のハワイ攻略、これを行っていきましょう。部隊をハワイ方面へと進出させていきます。傷ついているもの、あるいは燃料が切れそうなものに関してはですね、一度空母に入れて回復させながら進んでいきます。元気な冷戦は偵察がてら前線に出していきましょう。こっからの戦いというのは、間違いなくですね、航空機主体の戦いになっていくというところなので、航空機をいかに温存して、安全安心な戦いができるかっていうね、そういう局面にもなってくるかなと思いますので、偵察はしっかり行います。しかもここからハワイ奥深くへと侵入する形になりますので、幅広にですね、多方面に冷戦を飛ばしてしっかり偵察を行いましょうね。こういう感じでね、遭遇しますからね。逃げる敵の残った残存艦艇を発見します。駆逐艦、巡洋艦ですね。ハボックもいますね。ハボックは陸上の攻撃機です。これも撃沈撃墜両方ともしておきましょう。それとアリューシャン方面もですね、同じこのステージの中で攻略目標になっていますので、空母加賀、戦艦ヤマト、戦艦金剛、これを機動部隊から離脱させてですね、別途アリューシャン攻略方面と転進させていきます。加賀には艦載機として冷戦と艦爆を乗せておきます。これでね、あわよくば、いや、確実にアリューシャンをね、攻略しようと。そういう作戦へと転換していきます。なので、ここから2正面作戦ですね。アリューシャンの制圧と、ハワイの占領。この2つ同時に頑張っていきましょう。ハワイには強固な防衛網が、引かれている可能性が、こうやってみると高そうですね。なので、航空戦力は充実させておきたいところですね。さあ、アリューシャン方面に冷戦ですね。さすがの航続力ですね。ここで一気にアリューシャンの敵司令部に攻撃を仕掛けていっているというところです。傷ついたら空母加賀派遣してますので、加賀で回復させることもできようかというところで、盤石の体制を整えています。機影が見えますね。ワイルドキャットだと思います。あのワイルドキャットは警戒しておく必要がありそうですね。もう冷戦21型の場合だと、ワイルドキャットに対して、有利ではもはやないというところありますからね。艦隊としてはこの後増援として、金剛、それと戦艦ヤマトもですね、アリューシャン方面へと転進してもらいます。一方、主力部隊はこのままハワイ攻略を目指しましょう。アメリカ軍太平洋艦隊、残存しているものですね、これに関しては確実に仕留めておきたいので、艦攻艦爆、これを出して撃沈しておきます。まずは魚雷攻撃、敵のね、やっぱり大型艦には魚雷攻撃が一番有効ですね。さらに駆逐艦、これに対しても艦爆で攻撃を仕掛けて、とどめを刺していっちゃいましょう。これで今発見済みの太平洋軍、アメリカ軍ですね、これに関してはすべて撃沈した、そういうステータスになっています。やっぱり大きいなぁと今感じているのは、空母
これがですね、まあ実際のミッドウェー海戦の時には、皆さんよくご存知の通り、赤城を機関に、加賀、飛龍、蒼龍の4世紀空母で臨んだんですけども、今回それに加えてですね、追加で、軽空母、これを2隻投入できてるっていうのがね、すごく大きいのかなと個人的には思ってますね。このまま、この、まあ、潤沢な空母の戦力を使ってですね、一気に、ハワイの攻略を行いたいですよね。総理はね、少し今ご覧いただいている通り、ちょっと傷を負ってしまっている状況、まあ、被害が出ている状況というのがあるので、本来ね、一番前に出したくないところなので、この後後続の空母だったり、その艦載機だったりで守り固めていきます。ここにある対空砲、これ、潰しておきましょう。前進確実にできてますね。まあ、ドントレス相手であれば多少減っている冷戦であっても有利に戦いますね。注意しなきゃいけないのはやっぱり何度も言うようですが、ワイルドキャット、これだけは本当に注意しないと、特に観光艦爆駆られてしまう、それくらいもう優秀になってきているので、ワイルドキャットが。ここはね、最新の注意を払っていきます。では、空母、艦載機から艦爆隊を出して、ハワイ、本島に空爆していきましょう。真珠湾以来の、どうでしょう。そういう意味では、空爆ですかね。爆撃を浴びせて、この、ハワイを陥落させていきたいところですよね。さあ残りもうちょっとですけど、削りきれなかったので次のターンに持ち越しかな。まあそれでももうハワイがね、まさに風船の灯火、まあ、そういう状態になってきています。そうなってくると、がぜん、アリューシャン方面ですね。ここを、やっぱり速やかに攻略して、大勝利の条件である15ターン以内のステージクリア。これ目指したくなってきちゃいますよね。観光で従順を撃沈。残っている敵の中央司令部ですね。これも、どうだろう、艦爆隊で仕留めておきましょう。これで、ハワイが、まあ、言ってみれば、陥落させることができたという状況になると思います。で、まあ、先ほどもお話した通りですね、この後は、まあ、なんといっても、アリューシャン、ここをね、15ターン目以内に攻略できるかどうかというのが一つ大きな山場になってくるかなと思いますので、まあ、そこをね、一つ、という目標にしてプレイの方はしていきましょうか。これで艦爆を出して攻略完了できそうですかね。残り1を削ってハワイド攻略完了です。そしたら全部隊ですね、ここからは一路北に向かって進路を取ってですね、アリューシャンの攻撃部隊の支援に入ります。さあミッドウェーの方は占領完了しました。歩兵を下ろしてます。アリューシャンの方なんですけども、今回が第15ターン目になります。この15ターン目で攻略しないと、まあ残念ながらそのアリューシャンのね、攻略が残ってしまって大勝利という条件が達成できないことになってしまうんですが、どうでしょうね、ちょっと厳しそうですね。
まあ一応、この主力は尽くしましょう。そうは言っても。中央司令部にね、突貫をかけていきます。ちょっと手持ちの冷戦もね、ダメージが残ってしまってて、中央司令部を焼き払うほどの火力が出ないというのが実情なのかなと思うんですよね。なので、まあ残念ながら大勝利は、条件達成が難しそうではあります。では、17ターン目になってしまっていますが、このままアリューシャンの攻略していっちゃいたいなと思います。まあ、本当に残念でしたね。もうちょっと早く部隊を展開、アリューシャン方面にできていれば、まあ、違った、戦い方、15ターン以内に、このアリューシャンも制圧完了できたのかな。まあ、ちょっとそういう余裕は最後ありましたね。まあ、ただやっぱりミッドウェイ、ハワイ方面のアメリカ軍の艦隊戦力もすごく強力だったので、まあそこでね、その戦力を二分させて、万が一、まあ、味方の戦力が削られるなんてことになると、もう元も子もなかったので、まあ、残念ではありますけどもね、まあ今回は、大勝利はちょっと難しそうですけど、まあ、武士攻略は完了できそうです。最後は、支援部隊が攻略してくれています。ハワイ攻略作戦、勝利という状態ですね。あと2ターン早ければ、まあ、大勝利だったと思います、うん、反省点があるとすればですね、まあ、ヤマトはじめ戦艦部隊、これをもうちょっと早くアリューシャン方面に、あるいはもう一番最初の段階からアリューシャン方面に展開させておいてもよかったかもしれないなというのがね、ポイントに挙げられるかなと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。